まゆのそういうこと。どういうこと？3月30日水曜日の午後9時になりました。はい、今日は国立競技場落成記念日、マフィアの日、マフィアの名前の由来となったシチリア島のシチリア蛮礁事件が起こりました。そして毎月30日は味噌の日です。はい、そしてイギリスのギタリストエリック・クラプトンさん、お笑い芸人の千原ジュニアさん、沖縄出身の歌手ベニさん、そしてモデルタレントのローラさんのお誕生日と、そして私の弟のマセヤのお誕生日です。イエーイ、おめでとう。改めましてこんばんは、みえみえことみえこです。はい、こんばんは、あゆことあゆかです。こんばんは、まゆことまゆみです。はい、マサヤって誰やん。めっちゃローカルでしょ。めっちゃローカル。弟のマサヤさん、3つ年下の弟がね、宜野湾にいますけどね、聞いてるかな、聞いてないだろう。ちなみにマサヤさんは結婚してるのかな。あ、募集中です。募集中。あ、いいね。独身の女子はもう急いで、名前の情報しかないけどね。果たしてどんな人なの。弟でマサヤさんってしかわからないけど、あと独身っていうこと。彼女募集中っていうこと。その情報でよければ募集しております。おめでとうございます。おめでとうございます。今日もまゆさんね、来て3人で、あ、そうそう、先週お休みでしたけど、戻ってきました。はい、お帰りください。お帰りなさい。やっぱりこの3人でね、ね、ワイワイやりたいですけれども、うん、ね、あゆが今日なんかあれね、声がね、そう、しゃがれ担当なってる。そうそう、あゆ、あゆ、あうえちゃんなってる。ちょっとあのこの機会だから、あの大人らしく、あ、なんかちょっとセクシーって感じで、あれ大人なの、イエーイって感じで、あのなんか、ね、かっこよくしゃべりたいと思います。そうね、ロックな感じでね、ロックな感じで喋ってたらロックを感じてくるよね。そう、ロック。違う方向にならないかな。おねけみたいな感じなんだけど。ちょっと楽しみなの。はい、大丈夫ですよ、声が枯れるまで。あ、そう、ね、今日も一応喋れなくなるぐらいまで、はい、元気で喋りたいと思います。はい、全力投球でね。はい、はい、そうね、ましょうか。よろしくお願いします。はい、週の真ん中水曜日夜9時、沖縄市パークアベニューにある FM 小座のスタジオから元気に生放送しています。みえみえあゆまゆのそういうことは、明日も頑張れる自分になるための元気注入リクエスト番組です。ラジオを通して私たちと一緒にゆんたくおしゃべりを楽しみましょう。はい、そして3月のトークテーマは返す、返される、3月は、ね、ホワイトデーもありましたね。うんうんうん、でそのホワイトデーだけではなくって、うん、その他にも誰かに返したもの、返したいけど返せていないもの、そして逆に返ってきたもの、返してほしいものなど、返す、返されるをテーマに自由なメッセージを送ってください。はい、この他自由なユンタクを楽しむ中抜現場、脱力系親悩み相談、アイミス先生の親悩み病院、みんなで乾杯、お疲れ乾杯のコーナーがありますよ。アイミス先生のご相談、私たちに試してほしい新商品の情報もお寄せください。待ってます。はい、ハスキー、ね、紹介してもらいます。イエーイ。ちょっといつもと違うね、本当に ね、 ねっっいい、エロケ感じる。エロケ、アイミツみたいな、アイミツでちょっと生かされるんじゃない。はい、そのすべてのメッセージの宛先はメール761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp 761は数字です。懸命に番組名のみえあゆまゆ、あなたのラジオネームを書き添えてください。またラジオの電波が届かなくても動画で見てコメントすることができます。 FM コザのホームページからツイキャス、またはユーストリームでお聞きください。ご参加お待ちしております。みえみえあゆまゆのそういうこと。この番組は沖縄市の総合建設業ぎま組、沖縄市合わせのカラオケスポット歌姫、ヤドカリマークが目印の運転代行潮風の提供でお送りいたします。はい、誰かの笑い声の吐息が聞こえて2人でちょっとこそこそ話してたもので、ツイキャス見てたんじゃない。ツイキャスからの、ね、メッセージが面白くてね、あの今日も白い服が似合ってますね、まゆさんのね、まゆ多分
こればっかり来てるかも先々週これだった気がする。お腹しわとかにやっててね、うん、そうだね、それをありがとう、まあ、言ってくれて嬉しいですね。ありがとうございます。でアルファウィングさん今ギャラリーへ向かってます。わー、急いで急いで。アサツさんおっつー、アサツさん、あ、言っちゃったね。あ、サバリストさんね、もう言う、お前言うなって怒られるんですけど、ね、もうここまで言ったらアサトさんでね。そうですね、アサトさんということでね、そうね、はい、ルッキーニさんですね、うん、ありがとうございます、はい、こんばんはということで、はい、あと私0歳ですって、0歳ですか、若い若い若いの問題ユッキーさん、美人揃いの変態番組はこちらですか。そうですね、あ、そうですね、こちらです、ようこそ変態番組へ。間違いないです、否定しないので誰もね人によってね、うん、受け方は違いますので ね、 そ, うね、はい、そ, うね、それぞれの楽しみ方で聞いていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いしますはい、毎週水曜日は白い服でお願いします。本当わかった、オッケーオッケー、あのお願いしますっていうであれば白い服送ってくださいね、番組宛にすごいね、まあ、ナース服もあるからナース服以外でお願いします、ね、ナース服、ナース服あるので、ね、じゃあウェディングドレス、あ、そうねそれ着てたらすごいよ ね、 ね、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ行きますかね、曲行きますね、はい、はい、お願いします。でオープニングナンバーお送りしましょう。沖縄はそうだ海開きのトップシーズン、3月中旬を皮切りに県内各地で海開きイベントが行われています。そこで今回は海開きシーズン到来、沖縄の海にまつわる曲と題して曲を集めてみました、はい、まずはこの間茶壇町ライブ、茶壇町のライブハウスモッツで行われたワンマンライブは超満員、はい、うん、au のコマーシャルで浦島太郎の浦ちゃんが歌っている曲をこの方がカバーしたらこうなります、うん、ナッチーで海の声、海の声。
お届けした曲はナッチーで海の声でした。はい、最近新発売した CD 海の声もよろしくお願いします。キャンパスレコードで出てます。絶賛発売中です。お知らせの後は中の現場のコーナーです。現場、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてる。やばい。はい、失礼いたしました。こんなガサガサの声で、アイユさんにバトンタッチすればよかった。だから私もあーあー、ね、声が垂れてる。プレミア中の現場、プレミアム。そうだよね、プレミアム。本当だよ、マーユは全然絶好調なのに。ね、うん、今日はもう、そうね、タイムコールはマユさんにだね。うん、そうね、もう酒焼けっていう風に来てるから、ルッキーミさんから。そうですね。酒焼けじゃないです。酒焼けじゃないよ、本当に風邪です。はい、じゃあ、はい、ラジオやテレビの現場で働く私たちですが、この時間は仕事やプライベートの現場で体験したことを報告したり、今月のトークテーマについてリスナーの皆さんと一緒にユンタクしたりするフリートークのコーナーでございます。はい、今月は返す返されるをテーマに、うん、はい、返して欲しくなかったものとか、うん、返しちゃったものとかね、うん、そういう話をしてますが、ね、そう、私も最近返して欲しくないものといえば、うん、ちょ、可愛い話をしていい？可愛い話。そう、息子なんだけど、うん、こう例えばほらチョコレートとかを、うん、飴玉とかをこう渡すと、うん、丁寧にこの包み紙だけを返してくれるんですよ。いらないから。かわいい。自分で捨てといてって。丁寧に返すでしょ。丁寧に返す。もうそうそう。はい。みたいな感じで、もうめっちゃ笑顔で返すから、取らないと、もう取っちゃうみたいな。そうそうそう、むしろゴミ箱そっちの方が近いのにっていう、返さないでっていうのはありますね、最近ね。でもあれなんですか、あのマーユーさんが、うん、まあ、ゴミはちょうだいねみたいな感じで車の中とかで言ってるのかな。あ、そうね、外とかでは、外とかでね、そうね、出ないように。だからそれが家でも癖ついてるのかな。そっか、そうだったとしたらお利口さんと、ね、お利口さん、それはいいことだと思います。そう、確かに教わった通りにやってるってことか ね、 ね、教わった通りにやってるから。そうだよね、嫌なれ不可なれの逆バージョン、ね、外でやってること、家でもちゃんとみたいな、やってるっていう。あ、そう見るとなんか素敵。いいことですよ。あら、そうね、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
ゃあ参ったらちょっと注意してあげますね。まゆさんちょっとあれだと思いますけど、難儀するかもしれないですね。そっか、返されるか、なんかありますか。なんか私、うん、またちっちゃい細かい話なんだけど、はい、細かい話好きですよ。細かい話なんだけど細かい車運転しそうそう伝わるかどうかがちょっと不安なんだけど、はい、運転してる時に、うん、ほらちょっと狭い道とかで、うん、お互い譲り合う時とかに、うんうん、で私がまあなんか譲った方がスムーズかなっていう時に、うん、ちゃんとこうやって手を挙げて返してくれたりとか、はいはいはい、ってやってくれて返されたら嬉しいんだけど、それがなかったら、はいはい、なるなる、分かる分かる、それは返してほしいよね。そうそうそう、別にね、うん、いいんだけど、もうその流れだからいいんだけど、うん、なんか、ちょっとこ手、ね、この人やってよとは思う、うん、これは返してほしいなとは思うんだけどね。投げキスとかした方がいいですね。投げキス。ありがとう。これじゃ返してほしくない。ハイレベルな、ハイレベルな返し。返してほしくない。ハイレベルな返し。投げキスで返すっていう新しい技。挨拶ね、やっぱこう返してほしい時ありますよね。あるよね、このすれ違う時って、ね、そう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 。私も一回、まあ、親切と思って、うん、あのバイクをね、うん、左から来る、あ、まっすぐあのゴーパチ走ってたんですよ。そしたら、うん、ほらスージーから出てきた車にゴーパチに入れようと思って止まってたんですよ、うんうんうん、そしたらもうめっちゃこのおじさんがキレてから行けって言う。譲ったのに、譲ったのに入らなくて、あ、いいよ行けみたいな。あ、でも確かにあるよ、そういう時あるよね。めっちゃ怖くてから、譲ったのに。ちょっとそういう時なんかで、ね、あのブルーなるよね、なんかね、そうなんだ、あ、入っていいよってやったけど、うん、その人が切れたんだ、うん、切れた、切れられた。なんか止まらない、進めみたいな。なんか言われてかすいませんって言って、ちょっとそれは悲しくなるね。悲しかった。なんで譲ったのによって感じ、ね、譲ったのによって怖い。そう、そう、ね、確かにね、うん、譲るタイミングってあるよね。あるね、そう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 、そう、あ、あ、あ、みたいな感じね。お互い譲り合って、あ、あ、どっちもいけないみたいな感じ。ありますよね、車ね。あの、私もなんか通勤で、行き帰り1時間以上ね、そうだよね、2階だから、ね、そう、車乗ってる時のなんか、うんうん、いろんな、ね、こう、エピソードあるじゃない。人間同士もあるんだけど、うんうん、なんか今日はあの、ま、車を止めたいところで、うん、まあ、実家に寄るって言って、うんうんうん、で実家の前に車を止めようとしたら、うん、すぐ前をトロトロ走っていた、初心者マークの車がね、うんうんうん、ちょうど同じとこに止まっちゃって、うんうん、あ、なんだ、向かいのお家に、うん、向かいのお家にゆっくりと車を駐車しちゃって、うん、でだからその私は横付けをしようとしたんだけど、うん、そうするとこの道が狭くなっちゃうので、うん、あーと思って、でまたちょっと離れたところに止めて、うんうん、で実家に顔出したっていうのがありまして、そうそう、そう、タイミングとかあるよね。そう、急いでる時ほど意外と前の方を車がゆっくり走る車がいてくれたりする。安全運転なんだけどね。そうそう、てくれてるんだよ。神様のいたずらとしか思えない。急ぐと危険だぞって。ちょっと試されてるんだよ。そうそう、だからちょっとゆっくりした車前に置くぞみたいな。お手つけ。たまにさ、めっちゃ急いでる時に限って、うん、見たことない車が前走ってるよね。見たことない。なんかもう特殊な自動車よ。なんかすごい大きい、でかいの、なんか何台も運んでるやつとか。自衛隊の車ではないけどさ。なるほどね、あ、巨大な車。なんで今日にかけて、もう絶対抜かせない車ね。一生に一度に見るかわからないくらいの車がさ、前走ってる時あるよね。ないよ。ないない。トレーラーとかでしょ。あの、メーグンさんのね、あの、デージでっかいトラックあるよね。あるよね。4台続けてとか。もうはみ出てるぐらいのね。そうそう。あれが通ってたことあるんですよ。たまに走るけど。マジかみたいな。前が見えない。横断歩道見えないぞみたいな。あるね。あれですよね。運命感じるよ。そうそうそう。だってほら、後ろに座ってるじゃないですか、外国人さんが。うんうん、あの、外国人さんが。そしたらなんか目合わないかなって思う。確かに、ね、そう、ちびっこの頃は、うん、その、なんかね、その荷台に乗ってる、うん、あのね、外国の方がこうやって手振って合図してくれたりするね。それ嬉しくてこうやってめっちゃ振ってた気がする。やりました、ね、うん、やったやった、うん、で曲がり角でね、こう別れるまでずっとやり続けるよね。顔芸とかをね。やったやった。面白い顔して笑わせ落としたりね。そう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 、ノリが悪い外人だとね、なんかノリ悪い、今日の人ノリ悪いなみたいな。疲れてるのかって。
子供ながらね。まあさっきのあのほら、うん、私のゴーパチの話なんですけども、はいはい、まあ県外からも見てくださってるわけね、リスナーさんから、そうか、ゴーパチ、五円パチンコとか、ゴーパチ、え、惜しい、なんかいろいろ来てるんですけど、あの県道 の、 あの道の名前ですね、そう、うん、国道58号、国道、はあ、県道じゃないか、国道58号線、そうそう、うん、それを沖縄県民はもうゴーパチで通じるんですよね、そうなんですよ、がなんかもうメインの道っていう感じです ね、うん、ね、沖縄で、沖縄を縦断してるね、この一番の主要道路ですけどね、はいはい、ビギンさんも歌ってますね、国道58号線とかね、そうね、はい、508号線、ゴーパチの意味だと思う、あんま、ね、昔のなんか昔1号線って言ってたんでしょ、1号線でしょ、そうそう、ね、国道1号線が国道58号線になって、うん、名前が変わる、508は何だろう ね、 ね、何でもある、架空の、うん、多分道路だと思う、でゴーパチの意味かなって私は解釈してる、あ、そういうことね、そういうことなんだね、掛け算かと思った、そうね、そうですよね、5、6とかね、5、6、30とかそんな感じで、ゴーパチ40だね、じゃあね、ゴーパチ40、あ、そう、そう、それで40、あ、そういうことか、ゴーパチ40、それで40ってなんかな、そういうことか、来てますね、そうそうね、うちなんちのね、うん、あるあるでした、本当ね、車走ってたらね、本当いろんな車両見かけますけど、はい、はい、みんな仲良く譲り合って、そうね、譲り合いの心、ね、忘れていませんか、はい、っていうね、聞いたことある、マユなるから喋ってるね、違うけど、はい、じゃあひとまち締めますね、はい、はい、ここは中の現場のコーナーでした、はい、引き続き返す返されるメッセージお待ちしてます、はい、ありがとうございます、では曲の方で私から参りたいと思います、はい、見当たらないぞ、ありました、はい、今日は海開きシーズン到来、うん、沖縄の海にまつわる曲で選曲しています、続いては JAL 沖縄のテーマソングとして広く知られた曲、曲のヒットとともに沖縄観光の盛り上がりを後押ししました、うん、はい、シャンシャン台風で愛よりも青い海、
お届けした曲はシャンシャン台風で愛よりも青い海でした。お知らせの後はあゆみ先生とまゆみ先生のコーナーです。まゆみつ先生のまゆみつ先生の親波病院うふん。はい、はい、スキーボスのあゆみつ先生と前光先生の親波病院のコーナーでございます。はいね、はい、今日あゆみつは一段とセクシーボイスで、はい、今日もよろしく、ね、お願い下ネタ言おうとしてしまいます。自分でちょっと自分で規制したのね。そうそうそう、追い詰められたらなんかこう押さえたのね。下ネタ言っちゃいそうな。よろしくビーって行きたかったんですけど、うん、よろしくお願いお願いが後に入っちゃったから言えなくなっちゃった。大事な部分が言えなくなっちゃったのね。今日もよろしくビーでした。正解は言い直したところでね、やっぱり下だったんだ。それだったんです。それだったんですね。はい、暮らしの中のちょっとした悩みや素朴な疑問、あなたにもありませんか。恋愛体質のセクシー女優あゆみ先生とまゆみ先生が皆さんのお悩みを面白おかしく時には真面目に解決いたします。はい、はい、相棒の無事ね、ちんさんも、はい、ちんさんも見つかりましたか。ちんさんも見つかりました。ちんさんあれね、100円100均コーナーにいっぱい並んでるね。ちんさんちんさ ん, ん, さんこのちんさんベテランベテランなんで、そう、ね、そう、あの一緒にしないですって感じ。ベテラン、ね、違いが分からなかったな。ベテラン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 とも違う。ベテランなのでね、オークションに出したら1000万くらいで。100均とは違うのね。失礼しました。すごいいい仕事するんだね。とんでもないあれだったわ。いました普通のチーンと違うのよ。そうなのね、鳴り響きが。そうなんだ。じゃあ聞いてみましょう。聞いてみましょうか。そうね、はい、早速、はいはい、では1番さん診察室にお入りください。そうね、違いが皆様には分かりましたでしょうか。はい、まあいいよ、はい、よく響きましたね。はい、では1番さん診察室に入りました。メールでご予約をいただいておりましたよ。はい、小座之助さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。今日は
3月30日、うん、FM 小座の前を通る国道も330、うん、なんかいいことありそう、うん、さてさて今日のお悩みなんですけど、はい、うん、近々好きな人に告白します。もしも告白してごめんなさいと言われたら、その後どんな言葉を相手に返したらいいでしょうか。できれば元通りとまではいかずとも友達に戻りたいなと思っています。診断のほどよろしくお願いします。笑いといただきました。笑いついてました。キュンキュンしますね。ねえ、素敵。新時代のですね。そう、あ、しかも正規くん情報で4月2日土曜日っていうね、はい、情報が加えられてますけどね。その告白の日が、ねえ、なんでよく知ってんだろう。どうして。すごい情報。すごいですね。ねえ、そうなんです。もう巷では噂の。本当ね、今週末ですね、いよいよね。はい。もしかしたらみんなその告白のシーンを見守ってるかもしれないです。ツイキャスでなんかね、実況中継してるかも。生中継みたいなね。FM コーナー流れてる可能性もありますけどね。ありますね。あらあらあら、まあ、分かりましたよ。はい、運命のね、告白の日を迎えるということですが、分かりました。はい、じゃあ恵美先生の見立てはいかがでしょうか。ズバリ言うわよ、愛してる証拠。ダメだ。あゆみつもね、今日ちょっと、ね、今日あゆに引き続きあゆみつも いつもね愛してる症候群ということでね。愛してる症候群、はい、スキーボイスで、すいません、こんなガラガラ声でお届けして、ね、セクシーセクシーよ、はい、うんとですね、ストレートですね、ストレート、うん、まず最初にですね、うん、好きな人に、うん、好きです、うん、付き合ってください、うん、っていう風に告白するんですよね、うんうんうん、だと思います ね、はい、お付き合いしたいということだと思いますね、はい、じゃごめんなさいと言われたら、うんうん、もう一回、うん、愛してるんです愛してるんですけど付き合ってください。え、もっとなんか頑張るのね、重ねていくんだね。そうそうそう、好きですから愛してるに、じゃあ好きですじゃなくて愛してる、好きじゃなくて愛してるんですけど付き合ってください。なるほどね、はい、変えるっていう、言葉を変えるっていう、ね、なんかちょっと素敵、ちょっとキュンとした、ね、うん、好きですって言って、ね、いや私友達がいいみたいなこと言ったら、うんうん、愛してるんですけど、うん、付き合ってください。なるほどね、そうかって、はい、愛してるんだったらって、ね、じゃあってなるかも ね、はい、どうね、まっこさんどうね、これ OK？ ギャラリーのまっこさん、ギャラリーさん、ギャラリーのまっこさん診断をね、さらなる診断を任せました。はい、はい、なるほどね、どうでしょうか。そうですね、うん、小座の月君 いけるかな、うん、でちょっと練習してみてね、キュンってくる上に、うん、ちょっとクスってなる感じもあるから、頑張ってるな、そう頑張ってるみたいなね、いや、あ、もう一回来るんだみたいな ね、 もう一回来るんだ、クスッと感があるのかもしれない。そうそう、いや、それでも、あ、ごめんなさいって言ったら、うん、そうだよね、そしたら、じゃあまた出直しますぐらい、あ、それもいいね、言って、うん、そう、そっか、じゃあ友達に戻ろうっていう風ではなく、うん、じゃあまた出直す、出直すわ、出直します出直します、あ、大阪、大阪だったよ出直すわちょっとじゃあ、あの、重くならない感じで、どっちみたいな感じでね、そうです、女子今ね、お尻弱いので、確かにそれはあるわ、どん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 、10回までは告白 OK だからそうね、そうね、ストーカーにならない程度にね、そこね、そう、なるほどね、はい、でもなんか学生の時とかって、うん、私の友達だったんだけど、うんうん、最初告白されて、女の子、男の子に告白されて、うん、最初はうーんって断ったんだけど、はい、うん、結構3回か4回ぐらい告白されて、うん、何かの大会ごとぐらいに、なんかイベントごとだいたい、ほら学生でみたいな、そうそうそう、うん、で告白されて4回目ぐらいに OK して普通にちゃんと付き合ったパターンがあったので、いいんじゃない、いいんじゃない、なんかやっぱ推しに弱いっていうのはあるかも、推しに弱いですよ、うん、だって断るのは2、3回断るのは女子のステータスです、ね、自分の格を上げるためのそう、超かっこいい、そんな簡単に、ね、1回ではうんと言わないわよみたいなね、女子だよ、そうね、私なのっていう、ね、そんな甘く見られちゃ困るわっていう、すごいね、高貴な感じで、あゆみ先生、そうそう、っていうこともあると思うので、
まあ、負けずに何度も何度も告白して好きなうちは頑張ってもらいたいと思いますよ、ね、はい、はい、ドツイキャスからね、サファリストさんでいいかな、はい、3回目にやりたいって言ったらってどんどんねこの愛のレベルが上がっていくっていうことよね。それもありね。好きから愛してるってその次みたいな愛してる次にやりたいから付き合ってこれちょっと重くならないかな。これちょっと30代以降からの大人のトークになります。なるほどね。大人の返しテクニックですね。10代20代はまだね、そうね、愛してるがもう10代だったら最上級じゃない最上級だそうね、はい、ちょっとじゃあ見極めてそれは使ってみるっていう感じ。そうですはい、はい、じゃあ小佐野介くんねファイト応援してます。はい、頑張って。ありがとうございます、ね、頑張れ、うん、じゃあ次の方お招きしますよ。はい、はいはい、2番さん診察室にお入りください。ナスチンスポーツ的ね。ナイチ判定。ナイスバッチン、はい、ラジオネームラブリンさんからいただきました。はい、ありがとう。芸能人のプライベートニュースについて言わせてください、はい、最近タレントや文化人お笑い芸人の不倫ニュースが多く、テレビのワイドショーなどで結構な時間を割いて紹介されたりします。もちろん私もそのニュースを見てしまい、その芸能人のしたことが普段のイメージと違いすぎて驚いたりがっかりしたりすることはあります。でもこの過剰報道が引き金となって、あらぬ中傷誹謗がネットで飛び交い始め、仕事を追われてしまう人もいます。そこで思うのです、芸能人のプライベートなニュースがこんなに重要なのでしょうか。世の中の人が知りたいことなのでしょうか、うん、私がもし芸能人なら一般の人と同じようにプライベートをほっといてと思うはず、うん、芸能人のプライベートが過剰に報道されていること、皆さんはどう感じていますか。そしてそこを気にする私は何かの証拠群でしょうか。あ、ということで社会派ですねそうですね、そうね、ちょっとあの某番組のバイチングみたいな感じ、うんバイチング、バイチング、お昼になってるね。お昼のバイチングで今日行っちゃってるよね。そうね、バイチングでやってましたね。よくやってますよね。お昼以降、ね、こういう感じのやつもね。まあね、ちょっと真由先生の、真由先生の、ね、意見先生がね、そう、そこを気にしてる私はっていうところがね、うん、ちょっとね、あの真由美はそこにちょっと答えていこうかなと思いますよ。わかりました。はい、それでは真由美先生の見立てはいかがでしょうか。ズバリ言うわよ。三河健一症候群ちょっと古いかなどういうこと。あのね、そういう、うん、ほらこういうなんかいろんなワイドショー的なネタが出てくると、うんうんうん、だいたいご意見番みたいな感じで三河健一さんとかね、最近だとマツコデラックスさんとかに、そうそうそう、ね、和田アキ子さんとかがなんか全く関係ないのに意見を求められるでもそこでまた仕事が増える人もいるわけだ。なるほどね、確かにそうですね。そっか、露出が増えるね。そうなの、だからあのラブリンさんはそういうポジションを目指してみてはいかがでしょうか三河健一的な、そう、気になるんでしたら、そうそうそう、これ気になるっていうことは、うんうんうん、もうご意見場になって極めてみるっていうのはね、いかがですか。まあ、逆にそういう、ね、ニュースをチェックしてそう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 、私はこう思うのよってみんなに発信してみる、そうそうそう発信してねあのフェイスブックとかツイッターでつぶやいてみるとかね、そしたら仕事が増えるかもしれない。フォロワーが増えるからね、そうそうそう、もう YouTube で意見を何万回何億回とかね、何億回とかね動画でねコメントしてみる、動画をね目指す、面白動画を編集してみるとか、そうやってみるのもいいんじゃないかなと思いますよ。なるほどね。でも本当芸能人の方大変ですよね。ね、本当に本当に、結婚離婚ね、あの日常生活で、ね、みんながやってることですけど、ね、うんうんうん、こうやってみんなに知れちゃうってね、なんか幸か不幸か、そうなんですよ、イメージってすごいなと思っちゃう。そうなんですよ、普通にね、あのやっぱりノーブラになりたい、なりたい時もあるから飛んでったねもうね、ブリトニー・スピアーズはノーブラっつってゴシップ、ゴシップスにね書かれてたの。あ、なるほどね。やっぱりね、普通の人としてね、あのそうね、同じ人間として見てほしいなっていう ね、 プライバシーもあるわけですから ね、 そうね、あのノブラしたい時もあるんですよね。あいみ先生もですか。あいみ先生、あいみ先生はパッド3枚です。ノーブラじゃないのね。ノーブラじゃないわね。おい、何笑ってるんだ。
突っ込んでるねえ、もうそうそうそう、はい、自虐的でいいですね、自虐的でね。亜美先生はパッと3枚で F カップです、はい、ありがとうございましたいいわ、なんかもう飲み屋、飲み屋みたい、飲み屋の会話になってるからねすいません、最近ちょっとテツピーが食いつきそうな話題ね飲み屋、飲み屋みたいなんかね、飲み屋のお客さんが喜ぶコメントダダーって飲みしてみーって言ってダーレしてみーみたいなねパッとだったら大丈夫でしょって最近もうね、もしバー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 で声も枯れてるけど本当ね、声も枯れてるのにチーママみたいな、本当よ、働きすぎのチーママみたいになっちゃってるわ、ね、もう失礼しました、はい、大好きですよ、はいじゃあ行きましょうかね、はい、ファミングさんお笑いしてますね、はいはい、ありがとうございますはい、では、時間となりました、はい、あゆみ先生とまゆみ先生の親並病院、今日の診察はこれで終了です、うん、悩める子羊たち、いつでもいらっしゃーい、ありがとうございますキスはかすれないんですね、キスはかすれない、キスは大丈夫ね、いつでも大丈夫いつでも大丈夫はい、ありがとうございます、はいでは、あゆまゆが戻ってくるまでの間、はい、1曲ご紹介しておきましょう、はい、今日は海開きシーズン到来、沖縄の海にまつわる曲で選曲しています、はい、続いては夏休みに行きたい旅行先はどこですか、うん、決めた沖縄の海にしようって歌うこの曲をどうぞ、はい、森高千里で私の夏、
お送りしたのは 森高千里で私の夏でした。この後は飲み物などご準備ください。お疲れ乾杯のコーナーです。締めのコーナーとなりました。お疲れ乾杯のコーナーです。ちまたで話題の新商品などを発掘、実際にいただきながらその魅力をご紹介しております。今回は私が選んできました、はい、現在那覇のデパートリューボーで開催中のイタリア店で売っているグリーンオリーブです。いいね、大好きオリーブ。そう、チーズ買いたかったけども、オリーブも美味しそうだったのでこれにしました。 ありがとう。種がないやつで 100g756円です。はい、あ、いくら、756円。おー、結構でしょ、いいやつですね、ちゃんと。そう、しっかり味付けされてるやつで、はい、じゃあ白いタイプですね。白いタイプですね。そうね、ブラックじゃなくてグリーンの方です。じゃあラジオの前の皆さんも、うん、今日頑張った自分をねぎらって乾杯しましょう。はい、はい、乾杯。はい、行くよ、せーの、お疲れ乾杯。あのね、ちょっと酸味もあって、うん、だけどって言って塩辛さは程よいね、うん、その後口がね、まろやかな、うんうんうん、美味しい。しかも種もないから進むね、うん、進むね。あ、そうそう、どんどん食べて、ほんとほんと。ワイン持ってきて。そうそう、ワインもセットで食べたいよね、取りたいよね。うん、ね、ありがとう。めっちゃ食べてる。うん、種なしなんだけど、玉に入ってるから十分。はい、あ、そうですね、玉に入ってる、うん、美味しいね、美味しい、うんうんうん、これいろいろ種類あったんですか、オリーブは。そう、いろいろあった、うんうん、だけどその中で一番人気の味、うん、らしくて、うん、アンチョビ味でしたっけ、うん、そうそう、ミラノ風アンチョビグリーンオリーブバジル風味、うんうん、アンチョビを詰めたオリーブを特製のオリーブオイルで漬け込み、バジルで香りを整えました、うん、っていうので、そう、人気ナンバーワンで、上品な味がする、ね、ちょっとこれいくらでも食べられる、食べられる、ね、進んじゃうよね、進んじゃう、うん、で人気ナンバーワン2がホットチリブラックオリーブ、ちょっと辛みになるやつ で、 そうです、人気ナンバー3が、完熟トマトのマリナーレ、あー、いいね、トマトですね。でその次がそれも美味しそう、スタッフドレモングリーンオリーブで、ナンバー5がホワイトアスパラガスのピクルス、あ、いいね、これが上位5位に入ってる、あ、なんかお酒と一緒にね、そう、ちょっとバルカン出てる ね、 あ、いいね、バルカンね、バルカンってさ、そのまま行ったら虫を退治する、そうそ う、 そう、煙出るやつ、あれバルサンだ、ごめんごめんごめん、バルサン知ってる、バルサン、わかる、煙をね、そうそう、煙を出してゴキちゃんを退治するやつね、うん、バルサンって聞いたことある、びっくりした、なんか新商品として、あの桃の実のピクルスっていうのが出てて、小桃のピクルス、甘いのかな、甘いのかな、ちょっと食べてみたい、それ、ね、それも気になる、そうそう、これもなんか4月の新商品として出てたので、よかったら皆さんね、あの試食しに行ってみてください、これは期間限定のよかったら買ってください、お店とかではなくって、あ、そう、普段はずっと、そう、普段は神奈川県に本店があるオリーブマーケットっていう会社、まあ、お店なんですけど、うんうんうん、東京とか大阪、仙台、札幌にも支店があって、うん、でこうやって物産展で全国を回ってるみたいですね、沖縄にも欲しいね、ね、本当ね、最近もまあチーズ専門店とか沖縄ちょこちょこね、うんうん、あ、出てきてるかな、オリーブなかなかね、まあ、こういった専門店増えてるのがありがたいですね、は
ごちそうさまでした。ありがとうございます。なんかあゆが今日オリーブっぽい感じ、服装が、ね、ラジオではちょっと分かんないけど、スイキャスの方、あ、知ってた、オリーブ、ちょっとオリーブカジュアルしてた、今日オリーブだ。すごいね、なんかシンクロする人いるよ ね、なんかさ、洋服が被ったりさ、うん、よくシンクロするでしょ最近。正規さんともね、そうそう、洋服ね、ペアルカブね、なんかあれだもんね、あのなんかあるのかな、そうスピリチュアルのことがあるかもしれない、ね、なんかいきなりなんかこの霊能者みたいになっちゃう、本当なんか今日も喉か枯れてるやつもなんかそういう感じよね、それは実はスピリチュアル的な感じの喉あれ、なんだろうね。でもオリーブ喉にもいいんじゃない、オリーブ喉、どんどん食べなさい、ね、オリーブオイルだからね、そう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 、食べて食べて、はい、喉に潤いを出ます、ワインとね、そうね、だから酒焼けって言われるんですワインとか言うから今日は時間、ね、エンディングにゆとりがありまして、うん、ゆっくりおしゃべりしましょうかね、ね、はい、のんびりと、もうあれですよ、サファリストさんは合わせてにいるようですね、合わせて、はい、いつものお店のうちの一つですありがとうございます、ありがとうございます、おー、アルファウィングさん、うん、オリーブカジャー、オリーブカジャー、オリーブカジャーってどういうこと、オリーブの匂いも届いてます、それいいやつ、それいいやつ、アユから出てるのオリーブカジャー、アユからオリーブカジャー走ってるかもしれない、そこから少しでも伝わるぐらい、伝わってるんだね、食べたくなる感じかな、我が家でもオリーブオイル重宝してます、あ、ね、活用してます、おしゃれですね、おしゃれですね、ねすごい、料理するのかな、ね、あ、なんかちょ料理やってる今、そうよ、すごい、オリーブはね、うん、もうあれですよ、チーズと一緒にねパパパッとさらっと出すだけでもおしゃれ感じゃ、おしゃれ、おしゃれ感から、ね、一品ね、何かのお肉の周りに散らしてみたいな、そういっただけでも、ね、全然パスタに入れてもいいし ね、しいサンドイッチとかに入れてもいいしね、調和できます、万能です、はい、うん、そのままエンディング、エンディングの曲、はい、行きましょう、たまにしか聴けないエンディング曲をね、はい、ナタリー・ブルリアンとお届けしてお別れですね、はい、はい、この曲もあれですよね、ミエネさんと最初やり始めた時になんかいろいろ曲を聴いてて、そうそうそう、この曲どう、この曲どうって言って、あーなんか楽しいね、そういうのチョイスして、そうそう、私これがいいって言って、ね、あ、いいねって言ってくれて、うん、それからね、うん、ずっと変えてないですね、あ、じゃあもうこれからもこれでいきましょう、本当でオープニングは一新したいよね、あの、まゆの声が入ってないので、そうそう、まだ新しいね、そっかそっかそっか、みえみえあゆみたいな感じだね、まゆさんも入れて、ね、入れてよみたいな、そうそう、ここで編集してみたいなねそこら辺はね、あの、そうそう、テツピーができるね、そうそうそう、帰ってきてからかな、帰ってきてから、ね、今内地にいるようなので、ね、はい、じゃあそろそろ締めましょうかね、はい、みえことあゆかとまゆみでした、また来週ね、バイバーイ、バイバーイ。